はいどうも、虫捕りチャンネルです。僕はほとんどの人が見たことがない野生の生きた昆虫の姿を撮影していて、南米台湾へ行った後、日本で昆虫の観察を行っていました。今回は日本の春に出現する美しいアゲハチョウ、ギフチョウを探しに森へやってきました。貴重なギフチョウのモフモフの姿がめっちゃ可愛いので、最後までご覧ください。あ、こちらの植物はハリギリですね。この新芽を天ぷらにするとうまいんですよね。こちらの植物は天南小属のマムシグサという植物の仲間ですね。春に大きな特徴的な花を咲かせます。これはシュウ酸と呼ばれる毒を前草に含むので、天ぷらにしても食べられません。今回探すそのアゲハチョウはギフチョウという名前で、昔は広く日本の里山にいたんですけども、今では人間の里山の放棄や鹿の増殖などによる食草の減少で生息地が減って絶滅危惧種に指定されている、そんなアゲハチョウです。あの雑木林がギフチョウの生息地ですね。ギフチョウはこういう杉林よりも、ああいう明るく開けた雑木林のような環境を好みます。雑木林に到着しました。やったかいですね、今日はね、まだ3月っていうのに気温が20度超えて、絶好の蝶々の観察日和ですね。こういうところとかめちゃめちゃ大緑しじみがいそうですね。この木コナラなんですけども、コナラのこういう太い幹から生えているひょろっとしたこういう細い枝、こういう枝にね、大緑しじみが卵を産むんですよ。だからこう大緑しじみきっといると思います。今年は冬の間、大緑しじみを結構いろいろな場所で卵を観察しているので、この春これらの卵が孵化して、春に芽吹いた柔らかい新芽をもりもり食べて大きくなっていくんでしょうね。いやー、でもこういう森を歩くのも気持ちいいですね。この気温ならね、ギフチョウ発生してくれてると思うんですけども、さあどうなんでしょう。こういう里山って放っておくと鬱蒼とした森になっちゃうんで、定期的にコナラを切って、若いコナラが常に生えてるようにする、その放芽更新っていうのが必要なんですよね。昔はこのコナラを薪とかの燃料にして、その放芽更新を自然とやってたんですけども、今ではガスの燃料になってしまったんで、あえて切るのがめんどくさい薪なんか使わないわけですよ。ギフチョウが現れるまで暇なんで、周辺の蝶々を観察していきましょう。はい、捕まえました。はい、捕まえました。それでは早速網から出していきましょう。はい、こちらミヤマセセリというセセリチョウの仲間です。ギフチョウと同じく春に出現するセセリチョウなんですけども、かなりいろんなところにいる蝶々ですね。でも春限定、これは春限定の蝶々です。セセリチョウの仲間はね、一見ガに見間違えられがちなんですけども、れっきとした蝶々の仲間で、少し違ったグループなんですけども、一応アゲハチョウジョウカの蝶とセセリチョウジョウカの蝶が蝶々だと言われています。焦げ茶色の地色にこういう黄色い紋が入って結構綺麗なんですよね。はい、それではこの子は逃がしていきましょう。バイバイ。この辺ああいう風にイノシシのトラップがあるように、野生動物がちょっと多いところなんですよね。なんでダニとかヒルとかがいるんですよ。谷のあっちの方行くと結構ヒルが足の上を登ってきて、蝶々をこうやって捕まえて観察するのが少し大変なんですけども、ダニやヒルに気をつけながら昆虫観察していきたいと思います。はい、こちらの蝶々ですね。網から出していきましょう。はい、こちら北キチョウですね。北キチョウ、全身真っ黄色の蝶々です。中ぐらいの大きさでその辺ふわふわ飛んでますね。羽の裏面にね、点々点々って小さい黒点が散りばめられてます。で、羽の表がよいしょ、こんな感じですね。前羽の先端がちょっと黒くなってます。はい、こちらね、台湾でもこの間南キチョウっていうのを見ましたけども、あれとほぼ同じ種類です。もう日本含めて台湾、中国、東南アジア広く生息しているキチョウの仲間です。じゃあこの子は逃がしていきましょうね。バイバイ。ちょっとこの場所しばらくいたんですけども、まだギフチョウは飛んでないみたいですね。すごいあったかいんで、今日とかに羽化するかもしれないですけども、まだギフチョウが見られるわけではないみたいですので、ちょっと場所移動します。はい、雑木林に到着しました。果たしてギフチョウはいるんでしょうか。場所移動しました。ここもギフチョウの生息地なんで、ちょっとこの丘を登っていきましょう。あ、本当だ。
いましたね、ギフチョウ。よかった、いた。今シーズン初めてのギフチョウ。昔はたくさんいたみたいですが、今ではなかなか見れないチョウになってしまいました。いやー、感動ですね。はい、ここが第2のギフチョウポイントです。すでに何匹かギフチョウ飛んでるのを見てるんですけども、ちょっとね、まだ機材とか全然出してなくて、あと、暑いからちょっと上着脱いでました。そしたらね、ちょうどいいタイミングでギフチョウが飛んできて捕まえられませんでした。じゃあちょっとここで待ってたらまたギフチョウが飛んでくると思うんで、今度はここでギフチョウ観察していきましょう。はい、捕まえました。こちらモフモフの蝶々がこの網の中に入りました。それではこちらを網から出していきたいと思います。よいしょ、いきますよ、せーの。はい、こちら、こちらギフチョウです。里山の春の蝶々です。黄色と黒のしましまで、胞子の外縁がね、すごいオレンジと赤と青、結構綺麗な色が散りばめられてるんですよね。カンアオイっていう植物を食べるんですけども、このカンアオイっていう植物がね、結構里山の放棄で減ったり、里山の放棄でこのギフチョウが好む環境が減ったり、鹿などが増えてギフチョウの卵が食草ごと食べられてしまったり、はい、そういう様々な理由で個体数を減らしている里山の蝶々になります。昔はね、結構田園地域だったら結構いたんですけども、最近はもうかなり減ってしまって、すごい限られた里山にしかいません。はい、これね、春の蝶々なんです。すごい面白い特徴があって、はい、このように体がもうふもふなんですよ。もうふわふわ、毛でふわふわしてる。これがね、春の蝶々全般的な特徴ですね。いや、かわいい。オスメスの見分け方なんですけども、アゲハチョウはね、このお尻の先端を見るとほぼ確実に見分けることができます。お尻の先端がこうカパッで開くようになっている形状はオスで、そうじゃないか形状だったらメスなんですよ。これね、ちょっと分かりにくいけども、これ開く形状なんでオスですね。あと胸部の背面のこの毛の色でも見分けることができます。はい、いや、かわいいね、ギフチョウ。今年もギフチョウ見ることができました。それではね、ギフチョウの羽の表見ていきたいと思います。羽の表はどうでしょうか。あ、逃げた、危ない、逃げられるとこだった。さあ、羽の表はどんなんでしょうか。はい、こちら、いや、綺麗ですね。この黄色、ちょっと擦れてるか、なんか意外とちょっと羽の黒いところが擦れてる気がしますけど、はい、これがギフチョウのオス。赤い色がすごい綺麗ですね。じゃあちょっとね、ギフチョウの写真撮りたいですね。写真、これがね、ギフチョウの写真を撮っていきたいと思います。はい、はい、じゃあ撮影もしたんで、この個体はね、逃がしたいと思います。捕まってくれてありがとう、バイバイ。うわ、マジか、これ竿が折れました。ギフチョウ捕まえた後よく見たら竿が折れてました。マジか、これこの竿まあまあするのに痛い出費ですね。たまに折れるんですよね、これ消耗品だから。ついに寿命が来てしまいました。買い替えます。ということで、今回はギフチョウを観察することができました。ようやく春って感じですね。これからどんどんミヤカラとかいろんな蝶々が出てきて、撮影が忙しくなってきますけども、今年も元気にやっていきたいと思います。ということで、この辺で失礼したいと思います。またね、バイバイ。